グラミン銀行。グラミン銀行とは、バングラデシュにある銀行で、マイクロファイナンス機関。グラミンという言葉は、村、グラームという単語に由来する。本部は、バングラデシュの首都だっムハマド・ユヌスが1983年に創設した、マイクロクレジットと呼ばれる、貧困層を対象にした比較的低金利の無担保融資を、主に農村部で行っている。 銀行主体として、インフラ、通信、エネルギーなど、多分野で、グラミンファミリーと呼ばれるを展開している。2006年、ムハマド・ユヌスと共に、ノーベル平和賞を受賞した。グラミン銀行の起源はチッタゴン大学教授であった、ムハマド・ユヌスが、銀行サービスの提供を、農村の貧困者に拡大し、融資システムを構築するための可能性について、調査プロジェクトを、 打ち上げたことに遡ることができる。銀行の創設者であるムハマド・ユヌスは、アメリカ合衆国のバンタービルト大学で、経済博士号を取得した。1974年、バングラデシュで基金があった際、ユヌスは42の家族に、総額27ドルという小額の融資をした。それは高金利のローンによる圧迫で、 売り物のための少学の支出にも金貸しに頼らるを得ないという負担をなくすためである。ユヌスはそのような金利は年率20%近く、福利ではなく単利である。利子の総額は元本を上回ることがない。少学融資を多くの人が利用できるようにすることで、バングラデシュの農村にはびこる貧困に対して良い影響を及ぼせると考えた。ユヌスとチッタゴンにある バングラデシュ大学の地方経済プロジェクト、貧困者向けの金融サービス拡大理論の実証調査として銀行は始められた。1976年にジョブラ村を代表とする大学周辺の村がグラミン銀行からサービスを受ける最初の地域となった。銀行は成功し、プロジェクトはバングラデシュ中央銀行の支援もあって首立下の北方にある。 考える件でも1979年に始められた。銀行の成功は続き、バングラデシュの各地に広がるのにそれほど時間を必要としなかった。1983年10月2日のバングラデシュの政令によって、プロジェクトは独立銀行になった。1998年のバングラデシュ洪水で、同行の返済率は打撃を被ったが、システムの改良によって、 その後数年のうちに回復した。銀行は今日全域に拡大し続け、農村の貧困者に小規模ローンを提供している。その成功を受け、40カ国以上で類似のプロジェクトがなされるようになり、世界銀行がグラミンタイプの金融計画を主導するようになった。銀行は複数のドナーから資金提供を受けていたが、主要な提供者は時間とともに変化した。 初期には非常に低い利率でドナー期間から資本の大半を提供されていた。1990年代半ばにはバングラデシュ中央銀行から資本の大部分を得るようになった。最近は資金調達のために債券を発行している。債券はバングラデシュ政府より保障、援助されているが、なお皇定部合を上回った利率で売られている。 グラミン銀行の特徴は、それが、銀行の貧しい借り手によって所有されることである。そのほとんどは女性である。借り手が銀行の総資産の90%を所有し、残りの10%はバングラデシュ政府が所有している。2009年5月現在、銀行の借り手は787万を超え、2003年の312万人から2倍以上となった。 そのうち97%が女性である。銀行の成長はカバーする村の数でも確認できる。2009年5月現在、銀行の支店がある村は2003年の43,681村から84,388村まで増え、2,556の支店に23,445人以上の従業員がいる。銀行は 総額約4515億8000万とか約80億7000万ドルを貸し付け、け約4016億とか約71億6000万ドルは返済されている。銀行は、1998年の95%の返済率から上昇し、97.86%になったと主張している。2011年3月2日、バングラデシュ中央銀行は、 銀行創設者であるムハマド・ユヌス総裁を解任したことを発表したが権限がないために2016年現在も彼は総裁である辞任もしていない2018年平成30年には日本の芸能事務所の吉本工業とグラミン銀行の総裁で社会起業家のムハマド・ユヌスとの共同出資で脱貧困と格差社会を減らすためのマイクロクレジットの 会社金融機関のユヌス、吉本ソーシャルアクション株式会社が創立をした。2018年、平成30年3月28日には、ムハマドユヌス総裁が来日して、吉本工業とのマイクロクレジット事業を行うように、協力をした。他に、ムハマドユヌス総裁に似たキャラクターユヌスくんが、登場している。グラミン銀行では、貧困層向けに、事業資金を融資し、 生活の質の向上を促す活動を行っている。バングラデシュにおいては、16の決意と呼ばれる価値観を広めている。グラミン銀行のすべての視点で、借り手は16の決意を暗唱し、守ることを誓う。その結果、借り手は良い社会習慣を受け入れるようになる。16の決意を採用するようになってから、ほとんどすべての借り手が、学齢に達した子供を入学させるようになった。 このような行動は社会の変化を促し次世代の教育にもつながっている。メンバーになるには土地なしか0.5エーカー2023.42821平方メートル未満の工作地しか持っていないことが条件である。銀行は顧客に対し担保を求めない代わりに顧客5人による5助グループを作ることが条件として求められる。これはそれぞれが 他の4人の返済を助ける義務があるが、連帯責任や連帯保証ではなく、他のメンバーに本人に代わっての支払いの義務は生じない仕組みである。しかし、実際にはしばしばグループのメンバーが返済できないメンバーの肩代はをすることがある。銀行は、そのような行動を借金を重ねることの内容方針として是認している。銀行と借り手の間には法的な文書の契約はなく、 システムは信頼を基礎として機能している。融資以外にも不良の出来事が起こることに備え、緊急基金やグループ基金の形で定期的に預金することをメンバーに求めている。得られた利益の全額が災害時のための基金に回される。大規模商業銀行では女性が融資を受けることができず、グラミン銀行が女性に焦点を当てているため、借り手の97%が女性である。 グラミン銀行は5000万人近くのバングラデシュの顧客の半数以上が絶対的貧困から脱出し、学齢期の子供はすべて学校に通い、すべての世帯が1日3回食事をし、清潔な水を飲み、衛生的なトイレと雨漏りしない家を持ち、ローンを週に300多か返せるようになっていると主張している。グラミン銀行はバングラデシュ独立記念をはじめと、 する多くの賞を受賞しているが、最も大きな業績は2006年10月13日にあった。グラミン銀行と創設者のムハマド・ユヌスに2006年のノーベル平和賞が与えられた。受賞理由は、底辺からの経済的及び社会的発展の創造に対する努力である。グラミン銀行は、世界中で次々に生まれてきたマイクロクレジット分野の多くの組織のアイデアと、 事業モデルの源になっている。代表として、モサマトタスリマベイクム、92年に銀行からヤギを買うための約20ドルを借り、その後成功して取締役の一人となったが、オスロ市長者で賞を受け取った。グラミン銀行は、ノーベル平和賞を受賞した、唯一の企業となった。ノルウェーノーベル委員会の議長のオーレ・ダンボルト・ミオス、教授は、 グラミン銀行とムハマドユヌスに賞を与えることによって、イスラム世界との対話に関して、女性の味方に関して、そして貧困との戦いに関して、注意を向けることを望むと研究している。ノーベル賞発表はバングラデシュで熱狂と共に祝われた。一部の批評家は、賞が新自由主義を支持していると主張した。世界銀行の研究では、マイクロクレジットは女性が 財産の管理をすることでエンパワーメントを持ち、意思決定能力が向上すると結論付けられたが、一部の経済学者からは、マイクロクレジットと女性のエンパワーメントに直接の関係はないとする説も出ている。グラミン銀行の発表している98%という高い返済率について、ウォールストリートジャーナルは2001年11月時点で、同銀行の提供しているローンの5分の1が、 返済期間を1年以上過ぎており、グラミン銀行の用いた返済率の計算基準は疑わしいとした。低金利融資とはいえ、金利は年率20%近くであり、日本におけるノンバンク系金融機関、グレーゾーン金利が撤廃された場合の最大年率20%と数値的には大差がないように見える。しかしながら、バングラデシュにおける 貧困層向け氷菓子の金利は年率100%、200%とも言われており、バングラデシュの物価上昇率10.3%、2005年度を考えると低く抑えていると言える、日本の物価上昇率0.6%、2006年度、0.8%、2007年度、見通し。また、商業銀行とは違いグラミン銀行のローンは、福利ではなく単利である。 利子の総額は元本を上回ることがない。今までグラミン銀行は特徴であるグループ貸し付けによって物乞いなど社会から排除された貧困層をカバーできていない点を指摘する声があった。2003年にグラミン銀行は新しいプログラムを始めた。それは伝統的なグループ貸し付けの手法ではなくバングラデシュの小記のみを対象としたものである。 このプログラムは今までよりも小規模なローンを小敷に貸し付ける。既存のルールは適用されず、ローンは完全に無利子である。返済期間は任意で長く設定できる。さらに、借り手は無料で生命保険に入ることができる。銀行は借り手に物乞いをやめるよう強制しない。借り手はバッジを付けることでグラミン銀行から融資を受けていることをアピールする。ユヌスは 著書でおよそ10万人以上が9500万高を借り6300万高が返済されていると主張している2018年平成30年9月18日に一般社団法人グラミン日本を創立をした貧困のない誰もが生き生きと生きられる社会へのために作られたマイクロクレジットの団体楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。